茨城県外出身の有名人に茨城の美味をお取り寄せ。今回は贅沢な一品だよ。贅沢な一品ということですけれども、何が入ってるかな。贅沢、贅沢といえば高級外車。そんなわけねえだろ。茨城県産の贅沢な一品。なんですか。開けてください。いいですか。はい、いきます、うん、じゃあ、うわ、何これ。羊羹ですかね。栗羊羹だ。こちらの羊羹1本6000円超えよ。6000円超え。マジ超高級じゃん。茨城県は栗の収穫量が日本一。明治30年頃から栽培が始まったと言われてるんだよね。こちらの一品は日立市の和菓子店が考案。使っている栗が違うんですよね。この万葉館飯沼に使われている飯沼栗というのは、通常一つの伊賀に3つ実がなるんですけれども、これは一つしか実がならないという特別な栗で、全国の収穫量の 0.2% しか収穫することができません。ぜひその美味しさをご賞味ください。だからこれだけでもう500円ぐらいするってことするよ。いただきます。おいしい、おいしい。うわ、もう上品。クリーって感じだね。ガツンとくるね。うん、うまー。ちなみに飯沼栗をそのままゴロッと11粒使った1万円超えの一品もあるんだよね。1万超え、すごいね。びっくりだね。あ、栗をかけてるんだ。なんか恥ずかしくない。すげえ、お兄ちゃん。すごくない、すごくない。やめて、恥ずかしい。手あげたの、お前。恥ずかしくなってきた。魅力を知って茨城推し。詳しい情報はサイトをチェック。